パース・オーバル、通称ニブ・スタジアムはオーストラリア、西オーストラリア州パースにあるスタジアムである。ネーミング・ライツを用いない、サイの故障としては、正式名称のパース・オーバルが使われる。1996年より、サッカーのパース・グローリーのホームスタジアムとして、使用されているほか、ウェスタン・オーストラリア・ラグビーリーグの本拠地でもある。古くは、ロットン・パークと呼ばれていた。 現在の収容者数は、立ち見エリアを含めて1万8000人以上で、長方形のグラウンド形状からもっぱらサッカー及び、ラグビーリーグラグビーに使用され、時にはコンサート会場ともなりその際の収容能力は、最大3万人に達する。A リーグのパースグローリーのほか、2007年に1、シーズンだけ開催されたラグビーの全国リーグである、オーストラリアンラグビーチャンピオンシップに参加していた。 パーススピリットもこのスタジアムを本拠地としていた。2009年には NRL の公式戦も2試合行われている。パースをフランチャイズとするウェスタンフォースは2009年までパース市内のスビアコー,オーバルを使用していたがグラウンドが楕円形のためラグビー観戦では観客席からフィールドまでの距離が遠いという欠点があった。そのため 2010年シーズンにより、当スタジアムを使用することになった。それに伴い、観客席が増設され、収容能力は、最終的に、約2万5千0百人まで拡張される見通しである。このスタジアムは、今も、テラスという立ち見エリアを、北側スタンドに残しており、現在一般的なスタジアムとは一線を画している。この、セットと呼ばれる屋根付きのエリアは、 パースグローリーの試合において熱狂的なファンが陣取ることで知られている。1919年に行われたオーストラリアンフットボールの試合での選手入場シーンゴール裏サイドスタンドのシェットに集うパースグローリーのファンナイトゲームで行われた NRL サウスシドニータイメルボルンの試合現在スタジアムのある土地はもともとパース市長であったウィリアム・ロットンの私有地であった。 1904年にロットンはこの土地をパース市に売却し、住民の憩いの場所として役立てようとした。1910年頃には敷地の北西角に現存する入場門が建設されている。また、オーストラリアンフットボールのイーストパース FC がここを本拠地とするようになったのも同じ頃で。 以来イーストパース FC は1999年までパースオーバルをホームスタジアムとし続けていた。なお、ライバルであるウェストパース FC 及びパース FC のホームゲームが行われることもあった。さらにクリケットの試合も開催され、ノースパースというチームは1912年から1975年まで。 ユニバーシティというチームも1913年から1929年までここをホームスタジアムとして試合を行っている。サッカー場としても早い時期から利用されており、土地がパース市のものとなるよりも以前の1903年には約2000人の監修を迎えて試合が開催されている。1905年には当時の西オーストラリア州サッカー協会がこの土地の買収を企訴したものの、 価格面で折り合いがつかず断念している。1927年には西オーストラリア州の選抜チームがジェコスロバキアから招いたボヘミアンズ1905というチームに3から11という屈辱的な大敗を起死した。2004年に改修工事が行われるまでパースオーバルは名前の通り大円形のグラウンドを持っていた。パースグローリーが1996年に試合を 行うようになってからは、サッカー開催時に、グラウンド内に仮設スタンドを設置して観戦しやすくしていた。この状態が4年続いた後、パースグローリーのためにパースオーバルは長方形の、グラウンドとそれを取り囲む常設スタンドを有する、スタジアムへと改修されることが決定した。観客動員数の最高は、1969年に行われた。 オーストラリアンフットボールのイーストパース対ウェストパースの試合で26,760人という観客数が記録されている。サッカーの試合に限った場合、1998から99シーズンのパースグローリー対サウスメルボルン FC 戦での18,067人が最高である。また、2004年の改修工事以降では2009年1月の ウェスタンフォースタイクルセーダーズのプレシーズンマッチにおける18,104人が最大観客動員数となっている。2007年2月のロジャー・ウォーターズのコンサートパース、オーバルはライブコンサート等の会場としても利用されている。ありがとうございます。